チェコ領スレスコあるいはチェコ領シレジアとは、シレジアのうち現在チェコに属する地域の名称である。今日では一つの地域としての行政的なまとまりはないものの、ボヘミア、モラビアと共に、同国の三大歴史的地域の一つを占めている。チェコ国内では北東部に位置しており、現在のモラビアスレスコ州の大部分とオロモーツ州の北側に相当する地域である。 かつてのオーストリア領、シュレージエンと、おおよそ重なるほか、ズデーテン地方の一部に含まれる場所も多く、その地域は、ズデーテンシレジアとも呼ばれている。チェコ領スレスコは、南にモラビア、北に、ポーランド、南東に、スロバキアを望む地にある。オストラバが、地理的に中央に存在しており、今日のモラビアスレスコ州の多くがこの地域となるほか、 オロモーツ州の北側のイエセニーク周辺もこの地域に含まれる。オストラバの他にはオパバ,バやチェスキー、チェシーン等が主要都市として挙げられる。地形的には東にカルパティア山脈を望み、主要河川としてオーデル川、オパバ,バ川、オルシェ川が挙げられる。複数の地域にまたがって存在しているチェコリオスレスコこの地にゲルマン民族の集落が初めてできたのは2世紀である。 あとに、ゲルマン民族が、西方に移動したため、スラブ民族がこの地に進出してきた。今日のチェコ領シレジアは、ハプスブルク君主国の一部であったボーヘミア王官僚の、うち、第一次、シュレイジエン戦争に敗北してもなお、プロイセン王国に割上されずに同国に残った地域が母体となっている。この戦争の後に、オーストリア領、シュレイジエンは、再編成され、その首都を、 オババに定めた。1900年当時の面積は5140キロ平方メートル、人口は67万人であった。1918年にはハプスブルク君主国であったオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊し、チェコスロバキアが成立した。これによって、かつてのオーストリア領、シュレジエンもチェコスロバキアとポーランドで分割することとなり、 チェシン・シレジアを1920年にポーランドに割上した。この結果チェコスロバキアはシレジアの西側を手に入れた。また同年にはベルサイユ条約によってフルチイン地域を入手した。1938年のミュンヘン協定によってこの地域はスデーテン帝国大韓区とポーランドが占領したザオールジェ地方に分割されたものの翌年には ナチスドイツがポーランドから脱会した。チェシン、オストラバ、フルチーンの周辺を除いて、チェコ領スレスコは1945年までドイツ語圏であった。第二次世界大戦が終わり、チェコスロバキアが一国家として復活すると、ドイツ人追放によってドイツ語圏ではなくなった。ポーランドとの国境については、オルザ側とすることを再び決定したものの、 1958年までこの条約が批准されることはなかった。その後、チェコスロバキアが崩壊したことで、この地はチェコ領となった。現在のこの地域では主にチェコ語が話されている。中にはラフ方言を使う者も,もいる。チェシン周辺ではチェシンシロンスク方言が話されており、この方言の話者はポーランド人である。出身の有名人の例を一家に列挙する。 ありがとうございます。